皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、今日もまだ朝早いです。この後9時からですね、ちょっと楽しみさんのお仕事が始まるので、それまでに撮影をちょっと終わらせて、こんな子供たちと遊ばないかので、今のうちに排水溝の際掃除やっていきたいと思います。際出しですね。年明けてから始めてから、もうちょっと寒すぎて土もちょっとなんか凍っちゃいないけど、霜柱がまだ立ってるぐらいです。なんで、まあ、できることをちょっとずつ今年もやっていこうかと思ってますので、よかったらお付き合いいただけると嬉しいです。ということで頑張っていきましょう。はい、これまでに掘ったやつがそのまま散らかってます。なんで今日はまずここを片付けしてから、どっちしようかな、こっちかな、今日はちょっとこっちな気分ですな。こっちはちょっとやろうかな。ここはまあちょっと根っこが張ってるので大きいのが出そうな予感もしますね。あ、でもこれは取らないです。一応ここの手前のラインで叩いていこうかな。四角だけなんかがちょっと伸びてるエリアになると思います。あとちょうどこの上にこの、 あのお芋根っこのやつじゃないかと思われる木があります。なんでこっから先出なかったら、またこっちに向かって走ってたら、やっぱこれが原因ってことですよね。犯人はあいつですよね。ちょっとこの辺掘ってみて、そのあたりも様子見ながらやっていきましょう。もうね、ここ頑張ったらそこできるんじゃない。ここに超でっかいお芋の根っこの付け根みたいなのがある。
で、ほら超太い、初めてこうお芋根っこの極太のやつ。すごい、なんもないとこんな早いんだね。ずん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 と一気に2枚半ぐらい進んだ。でこういう赤い芋根っこの細いのがですねちょこちょこ出てると、ここに太いのが上からこう走ってますね。やっぱこうやろう絶対。ほらこっから行きますよ。じゃん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 と、ほらね、あ、これの根っこだな。すごい分かりやすく伸びてくれてた。真下に行ってる。ちょっと切っとこうかな。切れるかな。進むかな。あ、久しぶり。ここにでっけえのがいる。よいしょ。あ、勝てもいいね。ほら一気にテンションが下がるわ。久しぶりに太いの。元から切れたかな。イエーイ、すごい、3枚ぐらい進んだんじゃない。はあ、1枚2枚3枚
すごい、なんもない。ちょこっとね、太いのがあったけど、ほら、すっきり際が出た。やったね。よいしょ。じゃあ次はこっちやな。こっちはね、細いの、あ、細いじゃない、細かい仕掛けがね、いっぱい走ってるので大変なエリアですけど、頑張ろう。次やな、あっちに追いつけるように頑張ろう。はい、今日出たのはこれだけでしたね。もうほとんど仕掛け出なかったです。太いのお芋根っこちゃんもやっぱりあいつでしたね、犯人は。もうないですもんね、出てこない大きいのが。今後ね、向こうに掘っていった時に向こうからこっちにこう伸びてるのがもしかしたらあるかもしらん。いや、まあ、とりあえず終わりにしよう。すっきり。はい、ということで無事終わりました。結構スイスイ進んだので気持ちよかったですね。もう寒い寒い言ってられないぐらい暑い。ちゃんと汗拭かないとこの後が寒そうなぐらいですね。やっと日がお庭にさしてきました。この後は子供たちといっぱい遊んで、冬休み最後楽しみたいと思います。ということで今日もお付き合いありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ、月でした。